ははいこんばんばフレッドの恐竜チャンネルです、えー、今回はですね箱に入った恐竜フィギュアシリーズを撮っていきたいと思います、はいえーまあ、僕のチャンネルね最近見てる方だと、まあ、なんか恐竜のラインナップがマンネリ化してるなっていうのはなんか思われてたと思うんですが、まあ、今回からですね、えー、恐竜フィギュアが 8kg 購入したものが残ってますので、えー、こちらを紹介していけるかなというふうに思いますはいなので マンネリ化はだいぶ避けられてると思うのでね、えー、恐竜好きな方はぜひね、えー、楽しみにご覧ください。はい、えー。僕のチャンネルでは恐竜フィギュアの紹介動画をたくさん上げてるので、ぜひ高評価、チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。はい。えー、では見ていきましょうか、えー。まずこちらですね。アパトサウルスのフィギュアになります。はい。 これですね似たおもちゃを全く同じ造形のものをですね、えー、と持ってるんですけどそれはねえっ、ー、と確かマンゴーっぽい色だったんですよねはいなんですけどこれはね青色水色っぽい色になってますね、はい、全体的にこんな感じですね、えー、顔つき的になんかアパトサウルスっぽいなって顔をしてますねはいこんな感じですね まあこの手のチープトイなんで、まあ、首の向きは突っ込まないであげましょうで。アパトサウルスとね、こちらに書いてますね。2009年のおもちゃです。はい、リンキンパークの全盛期ですね。はい。こんな感じですで。色はね、水色に黒っぽい色がついてますね。はい。えー、次ですね。ティラノサウルスのフィギュアになります。はい。こんな感じです。 これね、何のおもちゃなのかさっぱりわからないんですよね。なんか多分元に造形されてたものがあるとは思うんです。このリアルさだと。はい。なんですけど、ちょっと何のおもちゃか不明ですね。はい。造形はですね、まあ、うーん、結構リアルですね。はい。こんな感じです。えー、色がですね、えー、っと、ベージュっぽい色に、えー、茶色っぽい色がね、ついてますね。はい。これはまあ、 まあまあな、フィギュアかな。はいまあ、この手のチップトイだと、造形がいいものは大体元になったものがありますね。はいえー、次ですね、ティラノサウルスのフィギュアです。はい、こんな感じですね。えー、結構、どう猛そうな見た目をしてるんですが、ちょっと足が細めですね。はい、こんな感じです。 えー、これはね、えっと、そうだな、まあ、あ特に言うことはないですけど、えっと、なんかね、僕このシリーズ持ってたんですけど、持ってたというかブックオフでたまに買ってたんですけど、それに比べるとね、ちょっと色合いが違いますね。はい。なので、これはね、灰色に、ベージュに、何色だろう。サンドグリーンみたいな色かな。 っていう感じで、まあ、色分けはね、これがリアルですね。はい、こんな感じです。はい、えー、次です、えー。恐竜ワールドジュニアのステゴサウルスが原型になっているステゴサウルスのフィギュアですね。はい、こんな感じです。これね、ちょっとあの箱詰めしてるときに気づいたんですけど、ここになんか溝があってですね、これが何なのかちょっと謎ですね。はい、こんな感じです。 色がですね、えー、と薄代々に、えー、と茶色ですねはいえー、まあ背中の板は左右対称に並んでますねはいでここにもトゲがついてるんでこれはモロモ恐竜ワールドジュニアのテゴですねはい小さいブラキオサウルスのフィギュアですね 今日ちょっとブックオフに、えっ、ー、と、ちょっと所用でね、行ったんですけど、あのー、同じような感じのね、おもちゃが売ってましたね。はい。これとはまた違うんですけど、結構似たブラキオサウルスを買いましたね。はい。えー、次はアンキロサウルスですね。ここだけ見ると、あん、あのー、松ぼっくりみたいなんですが、はい、こんな感じですね。これね、中型のアンキロサウルスと大型のアンキロサウルスがあるんですよね。はい、こんな感じです。 えー、まあ、いいですね。この鎧というか、走行というか、はい、こんな感じですね、はい。色がですね、元のプラスチックが灰色に、側面が茶色、顔がベージュ、えー、目が紫と黒、えー、そして上の部分がですね、黒に灰色で塗られてますね。はい尻尾はオレンジです、はい。結構ね、このシリーズ、t レ r e x もそうだったんですけど、塗り分けが綺麗ですね。なんかアメリカのおもちゃって感じがするな。はい え次ですねトリケラトプスのフィギュアですこれね国内メーカーさんだったと思うんですけどフェイバリット社っていうメーカーさんですねはい、えー、こんな感じですどうかな、はいまあ、このメーカーさん僕そんなに遊んだことないですけど造形はまあまあリアルだと思います、はい、ただなんかねポージングがあんまりされてないからかちょっとなんか、うん、僕的になんかそんなに 好きって感じじのフィギュアじゃないんですよね、はい、気づいたんですけどなんか鼻がものすごく開いてますねこのトリケラトプスなんだろうはいこんな感じですはい、えー、ベロキラプトルのフィギュアですねこんな感じですこれはまあもろアメトイって感じのベロキラプトルですねなんかいいですねこれはまあ何体か34体ぐらい持ってるんでね い、えー、いつか並べて遊びたでですすねこんな感じです、えー、ティラノサウルスのフィギュアですねこれはあのー、なんか博物館とか、まあ、お土産屋さんとかでねあの5体ぐらいこのスタイルの恐竜のフィギュアが入って、えー、売られてるやつですねあのアマゾンとかでもよくありますねはいこんな感じです 目がですね、水色で、元のプラスチックがまあ薄橙みたいな色で、茶色で塗られてる感じですね。はい、こんな感じです。えー、ステゴサウルスのフィギュアですね。はい。これもね、中型のステゴも見たことあるんですけど、中型の方もね、背中の板が少なかったんですよね。これに関してもね、ちょっと板が少ないですよね。あと、せいぜい、 23本ぐらい欲しいなって思うところですよねはいこんな感じです色がですね灰色にえっとオレンジが足で塗られてて、えー、サンドグリーンと黒と、えー、赤色で塗られてますねはい尻尾もオレンジですはいこんな感じですねただね色分けはね非常に綺麗でね僕はいいと思うんですけどちょっと背中の板が残念ですね はい、さっきと同じ t レッ e x ですね。特に差は、あちょっと色の濃さが違うかな。こうしてみると。と思いますね。はい。小さいポラカンテスのフィギュアですね。ポラカンテスというと、あの、ウォーキングビズダイナソーの、あの、あれを思い出しますけど、ね、あの、群れの中で、イガノドンの群れの中で一頭だけポラカンテスがいたみたいな、そういう話でしたね。 えー、ブラキオサウルスのフィギュアですね。こんな感じです。結構なんか癖が強いですね、このシリーズやっぱり。えー、体がすごく細い感じですね。はい、こんな感じです。色がオレンジで、えー、っと灰色みたいな色で塗られてますね。ちょっと青みがかった青色ですかね。はい えー、スピノサウルスのフィギュアですね。こんな感じです。これもね、何か造形物があるとは思うんですけど、何のフィギュアなのかは謎ですね。はい。かつ、色がなんか、なんだろう、なんかな、な、なんて言えばいいんだろう、なんかあの、ファンタジー系のなんか、ユニコーンとか、そういう感じの色ですよね、なんか。 ちょっと恐竜っぽい色ではないですよね少なくともはいこんな感じですねはい、まあ、造形はすごくリアルだと思いますはい、えー、ステゴサウルスですねさっきと一緒かなちょっと色合いが違ってますねこっちはなんか黒とか緑オレンジとか加えられてるんですけどこっちの方はその色がちょっと加えられてないので印象が変わりますね はい、でこの緑もねこっちはもろ緑って感じなんですけどこっちは黄緑ですねはいなのでどうですかねこんな感じですねはい、はいえー、次ですはいえー、ブラキオサウルスのフィギュアですねこんな感じです、えー、これは恐竜ワールドジュニアのものなんですが 顔の塗り分けがね、結構綺麗なんですよね。ちょっと塗装を激してますけど、見えるかなピントが。ピントが合わないな。あ,あ,ったあったあった。はい、こんな感じですね。えー、これはね、えっと古いタイプの恐竜ワールドジュニアのフィギュアですね。はい、なので、2009年頃のものだと思います。はい、えー、全体的な色はね変わらないんですけど、顔付近の塗り分けやっぱりこっちが綺麗ですね。はい 色が、えー、とベージュっぽい色に何色だろう黄色かな黄色とかうんオレンジとかですねで顔が緑でって感じですね、はい、アンキロサウルスですねさっきのやつと比べるとちょっと親子っぽい感じで遊べるんじゃないですかね、はい 色合いはさっきのアンキロサウルスと結構似てますけど、えー、まあ灰色赤、えー、黒灰色ベージュって感じですねはい顔が結構牛っぽい顔をしてますねはいこんな感じですはい、えー、次ですね ユタラプトルですかねはいこれですねはいこんな感じですえー、これはですねえっとシュライヒかどこかのフィギュアだと思うんですけどはいこんな感じですねなんかちょっと赤い塗装がついちゃってますけどこんな感じです口がこういう感じでね稼働して手も軸稼働で動きるので、まあ、結構遊びがあるんじゃないかなと思います、はい、かコーディケイトウのフィギュアはよく中古で出くわしますね、はい 色はですね、黄色に、えー、緑とか青とかいろんな色で塗られてますね。結構カラフルなユータラプトルだと思います。えー、アンキロサウルスのフィギュアですね。こんな感じです。えー、似たような色合いで恐竜ワールドジュニアのアンキロサウルスがあるんですけど、これはね、ちょっと色合いが違ってますね。元の、元っていうか、恐竜,は恐竜のワールドじゃない、えっ、ー、と、恐竜フィギュアシリーズですね。 えっと、ダイソーさんで売られてるはいえっとあっちの方はねもうちょっと濃い茶色だった記憶があるんですよねはいこっちはまあ茶色なんだけど下の部分を見ると灰色っぽい色なんですよねでかつ目に塗装があるのでまた違ったメーカーさんのやつじゃないですかねはいこんな感じですはいえー、次ですねはいえー、ティラノサウルスのフィギュアです こんな感じですこれもね恐竜ワールドジュニアの t r e x と同じ造形なんですけどちょっとね色合いが違ってますねはいこれはベージュに、えー、サンドグリーンみたいな色がついてますねはいこんな感じです、まあ、顔つきがねちょっと自信なさそうなティラノサウルスですよね えー、トリケラトプスのフィギュアですねこんな感じです造形がね顔は結構リアルなんですよね顔リアルなんだけど全体的なプロポーションがちょっとあまり良くない気がしますねはいこんな感じですこれもね何のメーカーさんなのかとかちょっとどこで売られてたかが全くなそうですねはい、えー、こんな感じです えー、次ですね、パラサロロスのフィギュアにあります。はい、こんな感じですね。えー、色がですね、灰色に緑に赤っぽい茶色ですね。全体的にいいんじゃないですかね。はい、えー、パラサーロロスですね。はい、こんな感じです。これも結構古めのフィギュアだなと思います。はい。 今回買ったやつにね、結構古いメガロサウルスのフィギュアがあったので、多分それ系統のやつかなと思いますね。はいえー、背中を見ると、水色みたいな色がついてて、見ると、まあ、灰色、ベージュっぽい色かなはい、になってますね。えー、トリケラトプスですね。はい、こんな感じです。 色合いがね、なんとなく古い恐竜ワールドジュニアっぽいなと思いますね。はい。こんな感じですね。目の塗装とかは結構細かいなと思います。こんな感じです。えー、スピノサウルスのフィギュアですね。はい。こんな感じです。だからね、恐竜ワールドジュニアのスピノサウルスって が元になってるっぽいんですけど顔つきがちょっと違うんですよねあの恐竜ワールドジュニアのスピノサウルスって上顎がなんか上顎と下顎同じ長さなんですけどこのスピノに関しては上顎がちょっと上に伸びてますねはい姿勢はもろ恐竜ワールドジュニアなんですけどねはい色はまあ何色だろうベージュにオレンジっぽい色ですかね にちょっっと黒も混じってます竜、はいえー、脚類のフィギュアですね。はい、色が何色だろう、えー、ベージュに青と目が赤ですね。えー、このねなんかこガニ股っぽい姿勢は結構昔の姿勢ですね。まあ、あのー、ブロントサウルスと呼ばれてた頃のあれだと思います。はい これ多分この TX と同じセットに入ってたじゃないですかね。ちょっと小さい気がしますけど、多分、えー、下のプラスチックとか見るに同じシリーズだと思いますね。はいえー、最後かな。最後が、えー、こちらのパラサロロスが出てきましたね。はい、これね、なんかね海外の YouTube の動画でね見たことある気がするんですけど、その動画がね、 ちょっと見当たらなかったですねはいこんなな感じですなんかストップモーションの動画だったんですけどはいこんな感じですね色はですね黄色でここに分割線がありますねで茶色に目の部分がねオレンジに黒で塗られてますね口にも若干塗装があるんですがこれは誰かが塗ったものなのか元の塗装なのかちょっとわからないですねこんな感じですはい どううだろう恐竜ワールドジュニアとのパラサロロスに似てる気もしますけどちょっと形が違いますねあの下半身のはい、えー、こんな感じですねはい、えー、というわけでね今回出てきた恐竜たちを、えー、こっちの方にね集めていこうと思いますよしっと えーっとねちょっとこっち集めてると結構重量感がありますねはいえー、ざっとこんな感じですはいえー、今回ですねなんか思ったほどねなんかこう質の高いトークというかいろいろ話せなかったなっていう気がしててなんでかっていうとねあのー、これ系ーね ここら辺のあの何、ー、アニマルゾーンだったっけななんかそういう名前のあのー、なんだっけトイザらスで売られてるね恐竜のフィギュアセットがあるんですけどそれに入ってるおもちゃが結構多かったのでなんか話すことがかぶったなっていうのと、うん、なんかそんなにいろいろ話しづらかったですねはい僕的にはね まあこういう系の動画だと恐竜ワールドジュニアかこれとかこれとかねちょっとあの訳ありな恐竜のおもちゃとかの方が僕的に動画で話しやすいんですよね話すネタが多いのではいなのでまあ今回ちょっと選んだ人選ミスもあるかなっていう気は正直しましたねはい なので、えー、ちょっとそんな感じですね。はい、だからね、これね、あのー、トイザラスで、ね、2000円ぐらいで、ボックスで、ボックスというか袋でね、大量に売られてたんですけど、買わなかったんですよね。はいまあ、これ好きなのもあるんですよね、アパトサウルスとか好きなんですけど、ベロキラプトルとかね。好きなんだけど、なんか造形的にそんな話すことがない気がして。 はい、そんな感じですねえー、印象に残ったフィギュアはまあまずこれですねスピノサウルスのフィギュアですねなんか「んかトイ・ストーリー」とかで出てくるなんかポニーとかねユニコーンとかペガソスとかなんかそんな感じのおもちゃのみたいな色合いをしてますよねちょっと恐竜っぽくは少なくともないよなって感じがしてますね うん、造形はねすごいリアルで何かその立体物を作る時の参考になりそうなぐらいリアルな造形をしてますね鱗とかもねちゃんと使い分けてて場所によってねこの穂と上の部分とボディとっていうところでだからちゃんと考えて作ってあるなって気はするんですけどまあ多分元になった造形物がこれ絶対ありますよねパポシャか パポ社でこういうのは見かけない気がするけどまあ多分どこかのメーカーさんが作ったものだと思いますねはいあとはまあえー、ティラノサウルスですねこれはこんな感じですえーこれもまあ何か造形物の元になったものがあると思うんですが こんな感じですねこれはまあ鱗の使い分けは結構綺麗ですねここのたるみ具合とか鱗の使い方の種類とかですね結構リアルだなと思いますね顔つきもねちょっと余計なトゲとかがあるんですけど結構リアルだなと思いますねこんな感じですあとはまあそうだなこれとかねちょっとなんか 塗装がなんかここら辺の塗装があまり僕好きじゃないですけど。はい、えー、とかは古い恐竜ワールドジュニアもところどころ出てきましたね。ブラキオサウルスとトリケラトプス。えー、これとかに関してはねいつかねフルレビューを取ろうかなと思ってて。っていうのもねあれだけなんか買うのが難しいと言ってたあの古い恐竜ワールドジュニアがあのどうやら多分フルコンプできてるんですよね。 はい、で新しいバージョンもねあの箱買いしたやつが多分どっか段ボールに眠ってると思うのでそれであのー、紹介できるかなっていうふうに思ってますねはいとかまあこれねそんな好きなフィギュアじゃないんだけどまあなんかかなり独特な造形ですよねはいこんな感じのトリケラトプスもありましたね ととかかままあ、ティラノあしたねそこの謎に穴が開いてるのはちょっと不思議ですね。この湯これ自体はね持ってたんですよ。同じ塗装のやつは持ってたんですけどこんな感じでねそこに溝があるものは僕初めて見ましたね。こんな感じです。はい、えー、そんな感じですかね。はい、えー こいつもいたな、はいえー。というわけでね、まあ、今回はいろいろ恐竜のフィギュアをね、えー、紹介していきました。はいまあ、もうちょっとね、なんかこういや僕的になんかもうちょっと、ね、変わった恐竜のフィギュアが入ってると、いろいろ話しやすかったなと思うので、えー、今後はちょっとあのラインナップとかもちょっとねひねったものを、ね、出していきたいなと思います。はいえー、そんな感じですかね、はい、本当はね。 えっと、多趣味って思うほどじゃないんだけどなんか恐竜以外の、ね、趣味とかもまああって買ってるおもちゃだったりポスターだったりねあのグッズだったりっていうのがあるんですけどちょっとねそれをねここで話すとなんか視聴回数の伸びにつながってしまって悪い意味でなのでちょっと特に話さないですね <laughs>、はい、まああのサブチャンネルも僕持ってるんだけど フレッドドの恐竜ランっって言って言まあそこで話してもいいんですけど別にそんなビューするにもつながらないし今更1000人目指すのもきついからまあ広告収入とかも入んないしっていうので,でまああのなんだろうなあの恐竜のね他のチャンネルとかは僕分かんないんですけどあの僕のチャンネルに関しては結構いいコメントをされる方がね本当に多くて えー、なんかこう悪いコメントとかもね、まあ来たことないわけじゃないんだけど、あのー、なんかちゃんとしたコメントをされる方が多くてね、なんかそこのマナーとかはちゃんと守ってくれてる方が多いので、僕自身もね、すごいね、あのー、動画環境的にすごいやりやすいところで、えー、動画投稿ができてるなって思いますね、そこは本当にあの視聴者さんの皆さんにね、えー、感謝しています、本当にありがとうございます。はい えなので、えっと、まあ、あのー、なんていうかな、なんか、コミュニティ欄で話しても盛り上がらないしね、うーん、なんだろう,うーん、ちょっとね、場所を考えてやろうかなとは思ってますけど、はい、っていう感じですかね。はい えー、という感じでですね、えー、今回は箱に入った恐竜フィギュアのね、えー、紹介動画を撮っていきました。はい、えー、僕のチャンネルではね、えー、っとこう恐竜フィギュアの紹介動画を、えー、メインにたくさん、えー、投稿しています。はい、えー、主に箱に入った恐竜フィギュアシリーズを最近は投稿する形になってて、えー、まあいろいろな恐竜フィギュアをね、えー、まあアニアみたいなちゃんとしたものから、まあ、ちょっと海外の怪しげなおもちゃとか、 あとはまあ、えー、セリアさんとかで売られてる百均の王者とかね、ああいうのをメインに、主にチープトイをメインにね、えー、投稿しています。はい。あれは、まあ、恐竜好きな方はね、えー、ぜひね、高評価と、えー、チャンネル登録の方、えー、ぜひぜひ、えー、よろしくお願いします。はい。今年中に6000人いけるといいなと思ってるので、えー、ぜひ応援よろしくお願いします。はい。えー、今日はそんな感じですかね。はい。えー、それではご視聴ありがとうございました。さよなら。